現在のコロナのウイルスとしてちゃんと学問的に確定してるかとか、なぜ現在考えなくてはいけなくてないかっていうと、っていうことが非常に今重要で、武田先生はいつも新型コロナウイルスは武漢から発生したものとおっしゃっておられると思いますが、私の認識では新型コロナウイルスは WHO が確定した約3万機の塩基配列のことで、武漢から発生したウイルスは全く別の生物兵器で、新型コロナウイルスは自然界に存在しないでっち上げられたもので、武漢から発生した生物兵器は存在するものではないかと考えていますが、武田先生の見解をお聞かせくださいということですね。そうですね、まあ、この会が幸せ砂時計であるということも踏まえてですね、ちょっと私の考えを言いますと、人生には考えなきゃならないことが山ほどあるんですね。それで大体はそれが頭の中で混乱してきてですね、それでも憂鬱になったり、まあ、いろんなことするんですね。で、私の考え方はですね、今考えるべきこと以外は考えないっていうのが僕の考えなんですよ。もう山ほど本当に私生活のこと、仕事のこと、人生のこと、家族のことあるわけですね。で、まあ世界情勢で例えばどっか非常に遠いアフリカの国でですね、まあ、300人の人が虐殺されたと、非常に大きなことですよね。だけどもそれはそれでノイローゼになるっていうのは適切かっていう問題あるわけですね。で、まあ、日本で300人の人が虐殺されたら、それは毎日毎日議論して自分たちはどうしなきゃいけないかってことを考えるわけですけども、遠いアフリカで300人が虐殺されたっても毎日毎日議論しなきゃいけないかっていうことですよね、はい、もっと極端に言えば、これはあるヨーロッパ人が書いてる本の中にあるんですが、宇宙の端で新生爆発が起きたからもう怯えて自殺すると、そういうことって適当だろうかっていうね。で、今のご質問は大変に真面目で、僕も考えなきゃいけないし、私みたいにある程度専門の人は考えなきゃいけないんだけども、そういう動きが日本にもあることは事実なんですね、はい、で、私の解釈は、現在のコロナの遺伝子配列になり、それがそのウイルスとしてちゃんと学問的に確定してるかというと、確定してないと思ってます、うん、確定してないと思ってるけども、それを通常の生活をしている人が現在考えなきゃいけないことじゃない。なぜ現在考えなくてはいけないことじゃないかっていうと、今後変わっていきます。1年、2年って言って、どん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 。それを追っていくっていうのは非常に大変だし、つまり追っていくってことは正しいことを追っていかなきゃいけないんで、いい加減な情報が山ほど出てきますから。だから、それを追っかけるっていうのには、時期が不適切であろうと思ってます。まあ、この前、そういう人にかなり僕も、武田先生もそういうとこ真剣になってくださいよって言われて、ええって言ったんですけど、それはどうしてええって言ったかっていうと、確かに重要なことだ。しかしアフリカのある国で300人虐殺されたということのようなものだから、まあ、現実的には毎日のコロナを防ぐためにお茶を飲んだ方がいいのか、日光浴した方がいいのか、またワクチンを打った方がいいのかっていうことが非常に今重要で、まあ、そういうことに考えを留めておくっていうことがまあ大切だろうと思ってます。なるほど。はい。となると、まあ、そうですね、その生物兵器だろうが、それは、まあ、一つの説であってですね、はい、その検証するため の、 そのデータとか、その根拠っていうものがまだ見当たらないということですよね。まあ、あと1年ぐらいはかかると思いますね、うん、そういうことを考えるには。うん、となるとやっぱり武田先生もですね、去年の2月3月の頃っていうのはですね、もう常にこう、いや今は判断できませんと。ね、ということを常にこう言ってきたわけですよね、はい、データが揃ってから、じゃあコロナは単なる風邪に過ぎないっていうようなことをまあ発言し始めたってこともありますけど、はい、やっぱりその時にやはり自分たちが考えるべきものっていうものをその都度考えていくべきであってですね、その説は説で頭の片隅に置いておくべきだろうということが、竹田先生の見解ですかね。はい、わかりました。